まあ今とかまたちょっと違うと思うんですけど、当時ってそのヨハネス先生の門下って何人ぐらいいたんですか、全体で。もう当時からずっとヨハネス先生が、シュトゥットガルトってね、3人今先生がいるんですけど、ギターの。ヨハネス先生がもう第一教授、一番お偉い方なので、で、第二教授、その当時はまだ教授ではなかったんだけど、数年後に第二教授のポジションになったのがティルマン・ラインベック先生っていう、これもドイツ人の先生。もう一人がマテウス・デラ・フォンテ先生って言って、このマテウス先生は、シュトゥットガルト卒業生で、このマテウス先生はドイツ人じゃなくてブラジル人の先生なんですけど、この3人いて、もう当時からヨハネス先生が一番偉い方だったんで、ヨハネス先生が一番生徒を持ってて、もちろん。で、それで大体十何人、十二、三人とかだったかな、多い時で。この3人の先生同士がみんな仲がいいので、すごく雰囲気が良くて、なんか門下生同士もこうすごくみんな仲良くて。ヨハネス先生のレッスンってどんな感じだったんですか、シュトゥットで。そうですね。これは僕は本当に結論から言うと、この先生につけてよかったなってすごく思ってますけど、これはね、でもその生徒さんにもよると思うんですよ、タイプにも。僕なんかはそんな決してその技巧的なタイプじゃないし、で、でもさ、ヨハネス先生って、まあもちろんそのいい意味でだけど、そこまでこう技巧で見せるっていう人じゃないじゃないですか。割とそのなんか音楽的に綺麗な曲を本当に綺麗に弾くっていうタイプの人なので、例えばヨハネス先生ってそのバロックギターっていう本書いてて、だからすごい古楽詳しいんですよ。まあ何せ、シュタウファーのオリジナル持ってるぐらいだから ヨハン・アントン・シュタウファー。ゲオルクじゃなくて、ヨハン・アントン・シュタウファーの19世紀ギターのオリジナル楽器をヨハネス先生が持ってて、で、それで一回そのハンマーフリューゲルっていうピアノのまた古楽器と演奏させてもらえることがあって、で、その時ディアベリのピアノとギターのためのソナタとか、あとカルリのメヌエットとか、そういう曲をすごいヨハネス先生が詳しくて、一回本番で演奏させてもらったりとか、バッチェラーの卒業、アプシュルスの卒業実技試験の時もそれで演奏して、そういうのを経験できるっていうのはすごい貴重だったし、で、ヨハネス先生レッスンに関しては、だから結構その音楽的な話がほとんどですね。技術でこう、コンクール狙ってけみたいなタイプでは決してなくて、どちらかというと、そのそれぞれの生徒さんが持ってるいいところをもっと伸ばしてあげるっていうような教え方をする。具体的なその音楽のアプローチとか考え方っていうものは、なんかどういうとこから彼自身そのがアイディアを持ってきてるのかとか、それをどういうことを一番特に大事に伝えているのかとか。例えばバッハとか998、プレリュードフーガーとかのレッスンの時も、最初はほとんどギターをまず使わなかった。そのお話から入るんですよ。三位一体の話から。で、あれも結構、ターダーダっていう3つの音がテーマで何回も出てくる。で、そういう話で、全体もプレリュード、フーガ、アレグロで3楽章ができてるとか、そういう話から入ってって、で、あとは、ヨハネス先生は特徴としては、すごくその、残せる音は残す。だから、運指も全部ヨハネス先生の、編曲した運指の楽譜を渡されるんですよ。その運指の特徴としては、残せるところはすごい残す。だから左手はすごい大変だった記憶があるけれど、なんていうのか、もちろん絶対この運指でやりなさいって強制をされるわけではないんだけれど、音楽的な解釈としては、この音は絶対残ってなきゃいけないよっていうとか、あとは、やっぱり日頃からリュートとかを詳しい先生なので、その昔の楽器っていうのは、ちゃんと本当に指離しちゃったら、その瞬間音がもうなくなっちゃう。ただでさえ音量もちっちゃくて、だからこうなんか和音としてちゃんとこうずっと残ってるっていうのをすごく大切にする先生でしたね。だからギリギリまで左手残せって言われて、すっごいなんかいろいろすごい大変だったのは覚えてますけど、でもそれがうまくできるとすごく綺麗に確かに響く。なんかそのギターって弾きにくいからここはしょうがないとかあるじゃないですか。そういうのの逆を言ってる人って感じですね。もう音楽を一番、とにかく一番に音楽を考えてて、で、それをギターでも他の楽器と遜色なく再現できる、表現できるはずだと。あとはなんか、ヨガやってるんですよ、ヨハネス先生って。え、でもさ、これさ、僕結構、ヨーロッパ行ってびっくりしたことの一つなんだけど、向こうの音楽家の人って結構ヨガやってる人多くないですか？なんか、コップくんも最近始めたって、ヨガマットを買ったって。
あ、そうなの。これね、絶対僕あると思う。それこそさ、例えばイザローンのフェスティバルとかあるじゃない。あの、うん、ああいうとこ行ってもヨガの授業があるんだよね。やってました、やってました、うん。うん。で、それがまずすごいヨーロッパ行ってびっくりしたんだけど、なんかヨガとすごい関連づけるというか、その演奏してて力んじゃうと、どうしてもちょっとそういう音楽とは関係のない動きが体に出ちゃったりするじゃないですか。うん、でそれは絶対にあってはならないっていう、もうとにかくナチュラル、ナチューリッシュっていうことをすごいよく使う人だったけど、うん、多分ね YouTube の演奏とか聞いてもらうのが一番早いかもしれないですけど、体の動きが一切その無駄な動きがないというか、あの997のフーガってすごい終始さ、すごい笑顔なんですよ、ヨハネス先生。すごいあんなさ大変なことやってるのに、すごい簡単そうに笑顔で穏やかに弾いてて、いろんな古楽に対しての知識とかもすごい多くて、でかつそういう体の使い方っていうことに対してもいろんなことを知ってらっしゃって、それを教えてくださるっていう、なんかそういうところがにすごい興味がある人はますますちょっとおすすめっていう感じですね。そうですね、レッスン中に一緒にヨガをやることもありましたね。もう譜面台とか全部閉まってヨガマット敷いて2人でヨガをやる、うん、王子はシュトゥットガート来てくれたもんね。そうですね、僕は2回かな、ふみさんがいるときに、うん、で、いや、いい街なんですよね。いや、それなんだろう、他の街に住んでる人からするとさ、何がいい街なんだろう、シュトゥットガートって。規模がちょうどいいんですよ、街の規模が。割とその一箇所に全部バーって集中的に中心地に固まってて、でそれもそこまで小さすぎず大きすぎずで、まああと他のその街へのアクセスも割と良かったりとか、まあもちろん一つにも空港ありますし。確かにアクセスが結構その、例えば王子とかまさにそうだと思うけど、いろんな街に行ったり、コンクールとかフェスティバルに参加しに行ったりとか、あるいは演奏会聞きに行ったりとか、うん、なんかずっと同じ街でいるんじゃなくて、そういう時にアクセスがいいかどうかってすごいやっぱり感じるよ。あとは一回王子と行ったボーデン湖とかね、ボーデン勢っていう湖あるじゃないですか、うん、コンスタントとかはもうもっと本当にスイスとの国境あたりで、本当にすっごい綺麗な、もうあそこはね、なんかドイツのベスト5に入るぐらいの綺麗な街だったけど。いや、もうあそこもすごいとこですし、もう。あれは楽しかったよね。いい思い出ですね。楽しかったですね。南ドイツっていっぱいその大きな企業とかがあるじゃないですか。まあそれこそシュトゥットガルトにベンツとか、そういうとこのなんかバックアップみたいなのも音楽が受けていて、それでいっぱいいいものがそこで上演されたりとか演奏されるっていうのもやっぱ大きいなっていう、なんか潤ってる感じがすごいして、街としても。そうそうそう、さすがさすがです。それそうだよね、その話も僕が本来しないといけない。いやいや、そうなんですよ。あのね、シュトゥットガルト行って僕一番その最初に、あ、さすがヨーロッパだなって思ったのって、まあいろいろあるけれど、シュトゥットガルトって、まあやっぱり大きい街なので、国立歌劇場が街にあって、でも毎日のようにバレエとオペラと上演してて、一回ここで王子とも一緒にオペラ見たと思うけど。見ました、見ました。うん。本当に素敵なオペラとバレエを毎日のようにやってて、ある時僕そのチケットの裏側見たんですよ。そしたらスポンサーが書いてあって、その国立歌劇場のスポンサーがポルシェなんですよ。もう言わずと知れた世界的な大企業が、うん、何にお金出すって、音楽にお金出してるわけじゃないですか、うん、これがやっぱりすごいですよね。シュトゥットガルトって今、まあ王子が言ってくれたようにベンツの本社があって、ポルシェの本社もある。すごい大手の企業とかも全部シュトゥットガルトに本社を構えてて、経済がすごい潤ってるんですよ、うん、だその分でも家賃はドイツの中でも 1,2 ぐらいに高いらしい。まあわかんないけど、これからドイツとかに留学を考えてる人がもしこれ見てるであれば、なんだろう、いい先生がいるってもちろん大事で、その先生が自分に合ってるかってすごい大事だけど、あと意外と大事なのって、実際そこで住民登録して日常生活を送るわけじゃないですか、うん、だからその街自体が居心地のいい街なのかとか、どういう街なのかって、そればっかりはね、多分その街に行かないと街の雰囲気ってわからないじゃないですか。だから例えばなんか先生のレッスン受けにその街行く機会があったら、ついでにちょっとなんか街を観光がてら見るって、実はただの観光だけじゃなくて治安がどうなのかとか、例えば意外と大事なのかなって。だからシュットガルトはそういう経済がすごい豊かで雰囲気良くて、だから外国人が行ってもなんかあんまり嫌な顔されない、居心地良かったですね。7年ぐらい
住んでたけど、危ない経験は一回もなかったし、治安もすごく良くて、もちろん気をつける必要はあるけれど、気をつけた上で、すごい住みやすい街だったかなとは思います、ね。結構なんか王子って多分さ、僕以上にさ、いろんな街を多分知ってると思うんだけど、街っていうかそのいろんな国も知ってて。そうですね。だけどその王子がなんか昔、シュトゥットガルト来てくれて、あ、シュトゥットガルトすごいいい街ですねって言ってくれたの今でも覚えてて。もちろんそこにフミさんがいたっていうのもあるんですけどね。ありがとうございます。もうそのことは一生忘れません。なんか楽しくないと意味がないのかなとか、やっぱりなんかこのエピソード一つ聞くだけでも大体想像つくと思うんですよ。そういう人なんだなって。王子ぐらいまで行っちゃうとやっぱりそういう領域なんだね。